皆様本日は貴重なお時間ありがとうございます私は株式会社クボタの品べでございます本日は巨大都市の水問題に対するソリューションと題してクボタの製品をご紹介させていただきます最初に簡単にクボタの紹介ですクボタの水関連事業は創業当時の125年前 1893年に日本で初めて水道管の量産化を成功させたことがスタートです。以来、For Earth、For Life のスローガンのもと、人々の暮らしに欠かせない食料、水、環境の分野で事業を展開しております。売上高は国内外で約1.7兆円。 従業員は約4万人でございます久保田の水関連事業の特徴は水の上流から下流にわたって広く製品を取り揃えていることでございます本日はこの中から巨大都市の上水・下水・排水それぞれが近年抱える課題に貢献する製品をご紹介します まずは浄水分野にににおいいて災害に強い都市づくりに貢献すする製品ですご存じのとおり日本は地震大国であまたの地震に直面してきました巨大都市で災害時に水を確保できなくなるインパクトは非常に大きく生活用水や医療用水消火用水の確保は非常に重要な課題でした ボタは世界初の耐震型ダクタイル鉄管を1974年に開発しました耐震管は曲がり伸縮し抜けないためこのビデオのような挙動が可能ですまた抜け出し防止機構は例えば合計1500ミリの継手の場合 ジャンボジェット一機分の荷重でも抜けない性能です継手が抜け出さないことから災害時にも安定した水供給が可能となりました事例をご紹介します2011年の東日本大震災などこれまでの大地震でも耐震型ダクタイル鉄管の被害はなく その信頼性が証明されております。海外においては、地震が多発するアメリカ西海岸で注目され、ロサンゼルス市など、多くの都市で採用が進んでおります。日本では現在、ダクタイル管出荷の9割以上が耐震型となっており、管路の耐震化が年々進んでおります。基幹管路や病院、 消火線などの重要な給水ルートに耐震管を用いるなど優先順位をつけて強靭な管路システムを構築することが重要でございます次に安全きれいな水環境に向けた技術です都市化の進展は生活排水を増加させまた地域によっては水不足 食料不足の問題も起こします一方、市街化の進行により下水処理場を建設するための土地は不足する傾向にあります。このような問題に対するソリューションとして膜分離活性療法 NBR をご紹介します。NBR は膜を用いて水中の共雑物ときれいな水を分離する水処理法です。特徴はまず 成長な処理水をそのままトイレのフラッシングや樹木の散水に再利用することが可能です。また従来の下水処理方法と比較しまして処理場の面積を50%以上小さくすることが可能で用地が不足する大都市でも処理場建設が可能です。 こちらは従来の下水処理法と NBR を比較したものです。NBR では最終沈殿値が不要となります。また、汚泥濃度を高く維持することができることから反応層を小さくすることができます。そのため、境愛地での下水処理を実現するとともに、建設,費建設コストの軽減もできます。 クボタは、クボタは NBR のパイオニアとして、20年前の1998年、英国の下水処理場にクボタ膜を供給しました。以来、世界各地でクボタ NBR が採用されており、今では膜の納入件数では6000か所と、世界一でございます。近年の実績としましては、 アメリカ・オハイオ州広東市季節の施設を有効活用した北米最大規模の MBR ですこちらの右の方はオマーンの首都マスカット市中東で最大規模の MBR プラントです雨の少ない地域で処理水は灌漑や農業に用いられています最後に 排水分野での災害に強い都市づくりに向けた製品です市街化による保水能力の低下と温暖化に起因する豪雨の増加により都市は浸水被害のリスクが年々増加しております完全に防止することが困難な浸水被害発生した浸水を少しでも早く復旧することが重要となります そのためのソリューションとして排水ポンプ車をご紹介します排水ポンプ車は超軽量水中ポンプをトラックに搭載し浸水発生場所に急行して排水作業を行うことで早期復旧を行う製品です特徴はまず抜群の機動性を有すること水中ポンプは人が手で持ち運ぶことができるほど軽量です また軽量コンパクトなポンプにもかかわらずポンプ車1台で最大毎分60トンの大きな排水能力を持っております。活用される場面は様々ですが都市部に多いアンダーパスや地下施設は特に浸水被害が発生しやすい場所です。排水ポンプ車が浸 浸水からの早期復旧に貢献できると考えます排水ポンプ車は日本の国交省様や地方自治体に多く整備いただいております2011年のタイの大洪水時には国交省様保有の10台のポンプ車が現地に派遣され早期復旧に貢献しました その後、タイはもちろんフィリピン、カンボジア、インドネシアなど周辺国にも導入が進みました。また、今年7月の西日本豪雨では、日本全国に配備されているポンプ車が被災地に集結し、延べ200台が早期復旧に活躍いたしました。水は人々のの生活の中で様々に、 姿を変え時に時には命の水時には人命を奪う災害を引き起こします巨大都市において水をいかにコントロールしていくか久保田の製品技術が巨大都市をが抱える水問題の解決の一助となれば幸いでございますご清聴ありがとうございました